鳥山石炎、根弱百鬼周囲より、蛇対蛇対は、鳥山石炎による、江戸時代の妖怪画集、根弱百鬼周囲で描かれている日本の妖怪の一つで、帯の妖怪。根弱百鬼周囲には、帯が蛇状の妖怪と化した後が,が描かれており、解説文には以下のように述べられている。博物詩に運、人体を咳で眠れば、蛇を、 夢むと云々されば積もる女の三重の帯は、七重に、まはる独者ともなりぬべし思いどもえだつる人やかきならん、身は、口側のいふ可ヒもなし、博物詩に、運以降は、中国の新代の民族風物詩、博物詩からの引用として、人体を敷いて眠ると、蛇の夢を見ると述べられており、日本でも愛媛県などの俗心で、枕元に帯を置いて寝ると蛇の夢を見ると言われている。 また、積もる以降の一文は、嫉妬する女の三重の帯が七重に回る独者にもなるとの意味である。現在ではこの妖怪画は、写真と写真の語呂合わせで描かれたものと解釈されており、同様に写真と写真をかけて創作された妖怪に、同じく根弱百鬼周囲に収録されている布の妖怪、木広がある。また近年の妖怪関連の文献では、 女の嫉妬心が帯に取り付いて、蛇となり、相手の男を締め殺そうとするものなどと解説されていることもある。蛇は、女性の嫉妬心、邪神などの異行の心を比喩するイメージとして、しばしば使用されるものであり、女性の邪神と蛇にまつわる説話も多い。江戸時代の怪談集、諸国百物語では、土佐の国にて、女の終身蛇になりしことと題し、土佐国で、 嫉妬深い女房を夫が殺したところ、蕎麦の木からおろちが現れて、執よに男を追いかけ、たまりかねた男が海に身を投げて死んだという話がある。ありがとうございます。